これだけの、うん、はい、ちょっと他軍は見てないんですけど、うんうん、中上軍去年44回大会なんですね、うんうん、で44回大会のうちに、うん、陸上だけで完全優勝ですね、うん、3つ取ったのが21回。すごい、ね、なので、はい、ほぼ半分は3本の優勝旗を取ってると、取ってるということで、はい、で全く取れなかったっていう年はほとんどありませんので、うん、必ず一つ何かを逃したっていうことはやっぱりちょっとあるんですけれど、うんうんうん、完全ほとんど、まあ、今半分は完全優勝させていただいてると、うん、もちろん選手の頑張りなんですけど、すごいね。こう考えたら読谷の選手ってすごいですね。はい、ね、とても頑張っていただいてます ね、 ね、本当ね、はい、あ、もう本当ね、中上もね、結構いろんなね、この市町村各市町村もありますけれども、やはりこの読谷をなんか倒すぞっていうこのね各市町村もあると思いますけどもね。そうです ね、 ね、はい、さあ本当にやっぱりすごい成績を収めてるなっていう感じなんですけども、そしてまだちょっとその中でも今ね、ミスター山内さんが選手が頑張っているんだと、ね、はい、お話をされていたんですけども、さあちょっとなんか活躍されたちょっと選手もちょっとご紹介していきましょうかね。はい、うん、昨年の中上郡陸上競技大会ですね、はい、西原町の陸上競技場で行われております、うん、まあ、ちょっと今年もそうなんですけどちょっと遠いんですけどね、遠い、はい、確かにね、ちょっとねでその中でですね、うん、昨年の成績一覧表っていうのが陸上のありまして、うん、はい、全55種目おあります。全55種目、はい、でその中で、1位ですね、読谷村体育協会が1位を取得した種目が今25種目、うん、半分、はい、ほぼ半分ですねになってます。すごい、はい、鳥肌が立つわ。でその中で、うん、昨年ですね、うん、読谷の選手が新記録、うん、中上軍の新記録を1人、はい、樹立しています。すごい、何の種目？女子一般走り高跳びですね、うん、高跳び、ザキミ太京の加藤さん、うわ、加藤さんね、はい、が昨年中上軍の、うん、記録を、新記録を出しています。はあ、加藤さんって言ったらこの読谷村の陸上競技大会でもこの記録出しましたもんね。そうですね、ね、すごい走り高跳びであんなに注目したのなんか久しぶりのような感じがしたんですけどだって飛ぶためにみんなが注目してましたもんね。あの村陸ですよね。そう、村陸、村陸、はい、おととしですね。そうそうそう、おととし村陸で新記録出して、うん、はい、盛り上がって、うん、で昨年が中上軍の記録ですね出して、はい、この方はもともとやっていた方なんですかね。ちょっとそこ私わからないんですが、うんうんうん、はい、リレー出たりですね、うんうんうん、いや、スポーツが好きなのかもしれないね、はい、体動かすのとかもね。すごい、加藤選手、じゃあこの、昨年のこの中上の記録を出したということで、はい、そうですね、はい、去年中上軍記録は新記録に、うん、2種目しか出てませんので。そうなんだ、はい、女子の年齢別の、うん、4×100m リレー中城村が1つと、うん、で先ほど紹介した一般女子の走り高跳び読谷ですね、はい、この2つだったんだ。2つだけですね。はー、その中でまた読谷が記録を、ね、塗り替えたってると嬉しいですね。そうですね、嬉しいですよねやはり盛り上がってましたね、読谷テントはすごいね、ね、考えると本当にやっぱり選手の皆さんも本当に日頃からこの、大会などには熱いこの思いがあるからこそ頑張ろうと思うんでしょうね。そうですよね、ねえ、普段ならできないですよね山さんねえ、でもこの日にやはり皆さん照準を合わせて、うん、はい、練習されてると思いますね。なるほどね。でも最近走ってる方多くなりましたね。増えてますよね山内、はい、さんも多分知ってると思いますけども、陸上競技場もそうですけども、はい、この周辺、またグランドの方、はいはい、そして残波の方となるとね、はい、嘉手納陸上競技場にも あ、はい、あそこにも出没してきてるんだ、はい、読谷の選手がですね、はい、面白い。本当にやっぱりね、もう今日は僕が9月1日なので、あと10日になりましたからね、はい、そうですね。だからこそこういう選手の皆さんがですね、やっぱり仕事をしながらだから結構すごいなと思いますよね、改めて。そうですよね、うん、仕事を終えられてそれから自分の時間で皆さん練習して調整してると思いますので、うんうん、ね、
すごく、だってこれ一本で専属でやってるわけでもなく、みんなね家庭を持ったりとか、ね、やってる皆さんだからね、だからこそあのすごいっていう意味が深いのかなっていう感じがしますけれどもね、はい、はい、さあそして続きましては、続いて県民大会、はい、そうですね、はい、昨年また県、あの中上郡大会が終わりますと、うん、中上郡でまた選手を選考して、うん、あの中上郡対抗主軍対抗になりますので、はいはい、次は中上軍の代表選手ということで、うん、県民体育大会にあの選手を送るんですね。おーおー、はい、で昨年は、うん、あの糸満市で開催されてます、うんうん、これもまた遠かったですね。そうですね、こちらもあの持ち回りになってるもんですから、すごいね、はい、あのどうしても、うんうん、去年は南部開催でしたので、はい、陸上はもう西崎と、うん、はい、いうことになってます、はい、で、読谷村の選手もですね、うん、あの多くの選手が、うん、県民大会で頑張っていただいてます、うん、で、ちょっと時間もあれなので、うん、あの一般男子ですね、うん、あの入賞3位入賞で、うん、波平の上地くん、あの 4×400m のリレーでですね、メンバーで、うん、あの3位入賞、うん、中上くんですね、うん、でまた彼は4×100m リレーでも、うん、あの4名のうちの1人で7位入賞になってますね、うん、でまあ、800m で白間くんが6位と、うん、一般男子はちょっと3名なんですけど、うん、資料からですね、うん、あの中上軍代表して、うん、あの頑張っていただいてます、はい、で、一般女子につきましても、うん、100m ハードルで、うん、金城さんが4位ですね、うん、で先ほどの加藤さん、うん、で金城さん、うん、上地さんが、まあ、4×100m リレーで5位入賞、うん、で新記録出された加藤さんが走り高跳びで6位入賞ですね。すごいね、はい、で壮年の方 も、うん、もう皆さん頑張って結構出てますね、はい、あの、はい、30代年番の千葉の久志さん、うん、県民で1位ですね、はい、すごい、はい、さあもうたくさんの選手の皆さんがねいらっしゃいますけど、また詳しくはですね来週、はい、火曜日お届けいたします。よろしくお願いします、はいはい、またよろしくお願いします、はい。